今日紹介する東京モーターショーのトミカはナンバー3、これです。デートコーイー出ました。ナンバー3、日野レンジャーです。トラックですね。東京モーターショーはトラックも展示されてますからね。パカリ出ました。この黄色が新鮮ですね。世界をここから動かそう、ビヨンドザモーター、東京モーターショー。正面、そしてまた側面、そして後ろ、真上、そして真下です。サスペンションはありません。ここはタンポン印刷ですね。車内を覗いてみます。お、ちゃんとハンドルあります。椅子もあります。ウィンカーはちゃんと塗装されてますね。日野のマークもあります。で、正面からグオンとくると、ここに東京モーターショーのマークがあります。ズンズンと来て、また正面、パッと見ちゃいますけど、この細かい凹凸とかよくできてますよね。その辺が大人も魅了するポイントですよね。車内をちらっと覗いて横に来ます。ウォンと真上を来て手のひらにポン。というわけで、東京モーターショートミカナンバー3、日野レンジャーでした。どうもご視聴ありがとうございました。